皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。やんにょん。ということで今日はえのきとちくわを使って食材2つ、あとは調味料だけでお手軽簡単美味しいやんにょむえのきちくわを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油小さじ1、コチュジャン小さじ1、砂糖小さじ1、おろしにんにく小さじ1を合わせておきます。コチュジャン小さじ1で結構しっかりめにピリッと辛みがあるので、辛さが苦手な場合はコチュジャンを小さじ1/2、醤油を気持ち多め小さじ 1.5 にして作ってみてください。小ネギ1本を細かめに小口切りします。ちくわ5本を半分の長さに切ります。ではちくわを切り終えたら、えのき1/2房、 100g の軸がほぐれないよう先端の茶色い部分を切り落とします。では先端を切り落としたら10等分し小房に分けます。ではえのきを分けたらちくわの穴に刺します。入れにくい場合は先端を入れて親指も一緒に入れながらグーッと押さえると、スーッとえのきがちくわに入っていきます。入れる際にちくわ割れないように気をつけながら入れてください。ちくわの穴にえのきを入れたら、フライパンに油をひいて中火で熱します。はい、ではフライパンと油が温まったら、ちくわを並べて返しながら表面に焼き目がつくまで焼きます。はい、ではちくわの表面に焼き目がついたら、合わせておいた調味料をよく混ぜてフライパンに流し入れます。では調味料を入れたら、食材に絡めてえのきがしんなりしてくるまで加熱していきます。そのまま焼くだけだとえのきに火通らないので、調味料を絡めながらえのきに火を入れてください。水分飛んできたら焦げないよう注意しながら弱中火程度で加熱してください。はい、では2分から3分ほど加熱してえのきに火が通り、しんなりクタッとなってきたら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。はい、ではお皿に盛り付けたら、全体に刻んだ小ネギと煎りごまを散らします。オッケー。はい、ではこんな感じでえのきとちくわで節約簡単、ピリ辛な味付けがやみつきになる美味しさ、ヤンニョムえのきちくわの完成です。はい、じゃあ今こんな感じでできました。はい、では今回はえのきとちくわを使って食材2つでお手軽簡単美味しいヤンニョムえのきちくわを作ってみました。それでは本日は贅沢絞り大地で乾杯。乾杯。くーおいちい。じゃあ早速いただきましょう。今回はちくわの穴にうまくえのきを刺しつつ、ピリッとした味付けが美味しいえのきちくわを作ってみました。今ねちょっと半分に切ってお皿に盛り付けたんですけど、丸々1本盛り付けてもいいですし、噛み切るの不安な場合はこんな感じでね、半分に切って盛り付けてみてください。いただきます。
ん、ヤンニョム。めっちゃ食感いい。うん。ちくわを半分に切って穴の部分にえのきを刺すことで、ちょうどえのきとちくわの長さがいい具合に仕上がり、中のえのきはコリッと、ちくわの弾力のある食感がとても美味しいです。で、次はコチュジャンのピリッとした辛みがえのきやちくわにもよく合い、ちくわに結構ね塩気がしっかりあるので少なめの調味料でも味が決まり美味しく仕上がります。結構コチュジャン小さじ1でピリッとしっかり辛みがあるので、辛さを控えたい場合は醤油を小さじ2で作ってもいいですし、コチュジャンを半量にしてその分醤油を少し足して味を調節して作っても美味しく食べられます。最初フライパンに並べたら、ちくわに焼き目をつけることで表面の香ばしい焼き目の風味が美味しく、まあ、それだけだとちょっとえのきにまだ完全に火が通らないので、味付けの調味料を入れて煮詰めながらえのきにこうまとわせて火を通すことによって、えのきにもしっかりと火が通り、程よくこのコリッコリッとした食感が残って美味しく仕上がります。本当ね、今回も調理工程すごく簡単なんですけど、ちくわにえのきを詰める際にちょっと破れやすいので破れないよう気をつけていただくっていうのと、うまく入らないときは親指をね一緒に入れ込むと綺麗に中に入れられるので、まあ、それくらいかな、今回コツといったらそれくらいかなと思うんですけど、まあ、入れる点だけ注意しながら作ってみてください。じゃあの恒例のライスの人です。いや、このヤンニョムソース絶対ご飯に合うな。バウンドからのめっちゃ合う。えのきとちくわっていうお手軽で買いやすい2つの食材で作れるんですけど、このピリ辛な味付けがご飯とも相性抜群です。でそのままの形で食卓に出してもいいですし、ちょっとこう噛み切るの不安の場合はこんな感じで半分に切ると食べやすいですし、小さめに切ってお弁当のおかずにもおすすめのレシピです。うん、はーい。ということで今日はえのきとちくわでお手軽簡単美味しいヤンニョムえのきちくわを作ってみた動画でした。ちくわの穴にえのきを刺すことで見た目も可愛らしく、弾力のあるちくわにコリッとした食感のえのきがとても美味しいレシピになってます。ほんとこのヤンニョムソースがえのきにもちくわにもよくあって、お手軽簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、えのちくー。最強のご飯のお供。